ウルバーノ・カイロは、イタリアの実業家。サッカーアトリの FC の会長。クラブへの積極的な投資と介入が目立つ。ピエモンテ州、アレッサンドリア県、マージオで生まれる。カイロは、ミラノで、広告代理業、雑誌の編集、出版などのメディア関連ビジネスを営み、AC ミランのオーナーシルビオ・ベルルスコーニの戦略コンサルタントも務める。 ビムワンの実業家として蓄財した。イタリアの名門鳥のカルチョが2005年に破産し、鳥の FC が設立されると、ユベントスのルチアーノも GGM、SS ラツヨのクラウディオロティと会長らの妨害を、しのいで、クラブを買収し、再建に乗り出した。2005から2006シーズンには、ジャンニーでビアージ監督の下で、不十分な戦力ながら、セリエ昇格を決めた。 ところがカイロは、チーム方針をめぐり、デビアージと対立、解任する。代わりに2006から07シーズンには、アルベルト・ザッケローニを招兵して躍進するかに、思われたが、クラブは低迷して、ザッケローニ解任とデビアージ再任に至った。翌シーズンには、ワルテル・ノベリーノを招兵し、アルバロレ・レコバラを補強したものの再び低迷、デビアージを復帰させている。 2008から09シーズンはデビアージを解任、ノベリーノがまた任するなど低迷が続き、シーズン3人目のジャンカルロカモレーゼ監督の下で降格が決定した。2009から10シーズンはセリエ A 復帰を目指し、ステファノ・コランイット王のマリオ・ベレッタを相次いで昇平するも低迷が続く。二千十一から十二シーズンに就任したジャンピエロ・ベントゥーラ監督の下。 セリエ B2 位の好成績を収めて、セリエ A に3年ぶりの復帰を果たした。ありがとうございます。